どうもボンバーです。おならブーブーバビブーベー、お願いします。最初はグーじゃんけんほい。じゃあここでバーストセット。そうそう、ケンタッキーでもらえるあのカードがもらえるやつね。で、それはバーストセットやなくてスマイルセットやないか。はい、ここはドロー、ソウルクランブル4コストしなくて2ドロー。ファーストセットしてエンドです。マジか。そして2枚ドローする。よし、ドローしたカードでタモリ。違うか。はい、ここはドロー。魔法剣士ドラゴンの1で召喚時にワンドロー。さらに血塗られたマグ2つシャーって配置でエンドです。そのグレイエルに俺様がアタック。はい、ここはドロー。リフレッシュ、ストロングドロー、コアを3つ支払って3枚ドロー。破棄する2枚はジャイナガンとヤマキシャグラベイン。ファースト発揮します。ファーストセットロゴナーが俺レベル2、死ぬられたマグもレベル2にしてターンエンドです。そのグレイエルに俺様がアタック。
ロックできないのでライフル受けてバースト発動妖怪吸血槽2枚ドローします。さらに、3つコアを支払ってフラッシュ効果手札を捨ててその数コアを取り除き、そういうグランブストロングドローコールジャロロをで、この3つをトラッシュに、コア、チネラルタマグレベル2の効果で不死を持つ、ボアトレクターをトラッシュに送ることで、ドローをプラス2合計3枚ドローします。でリフレッシュ、バーストセット、アタックステップ入ります。魔法剣士ドラゴナーガでアタック、何もなければチネラルタマグの効果で破壊します。ドラゴナーガは系統幼者を持っているので不死幼者を持つアグラベインを1,2,3コアを4つ支払って召喚します。召喚時にアグラベインの召喚時効果で黒金の方をサイゴードゴレムを召喚します。サイゴードゴレムをレベル2に召喚しアグラベインを破壊します。サイゴードゴレムでアタック、レベル2なので10枚破棄してください。アタック継続中です。ターンエンドです。ライフで受けます。で、ジークナトフリードペンタンを破壊してください。はい、コアドローセット、アタックステップに入ります。サイゴードゴレムでアタック、レベル1なので5枚破棄してください。はい、ではマグの効果でサイゴードゴレムを破壊、コスト8のスピリット破壊なのでジャイナガンを召喚します。3コスト支払って召喚、さらにジャイナガンでアタックします。何もなければこちらもチネラルタマグの効果で破壊、
系統幼者を持つのでアグラベインを召喚、召喚時のコストは4つで、アグラベインの召喚時効果で黒金の刃をサイボードゴレムを召喚します。サイボードゴレムでアタック、5枚破棄してください。はい、では破棄ですね。はい、なるほど。タイムです。ノーコストこれね、はい、ではフラッシュ使います。コアを落として列の方清流日を召喚レベルにします。受けます。こう。ライフで受けます。ありがとうございました。ボンバーの勝利。おならブーブー、バビブベー。